初めまして、ディベロッパーのキリと申します。このゲームを作った経緯についてお話しいたします。何かを守るゲームというと、皆さん何を思い浮かべるでしょうか。侵略者から世界を守る、拠点を防衛する、囚われたお姫様を助け出すなど、敵を打ち倒し大切なものを守り切った時の達成感は変えがたいものがあります。しかし現実においては、自分の強さや行動があだとなってしまう場面も少なくありません。すなわち、守ろうとするほどに傷つけてしまうジレンマです。誰しも一度は経験があるかもしれません。仕事や友人、家族、そして恋愛。私も愛すべき家庭を守るため、ゲーム開発で生計を立てようとするも、毎月の家計簿とにらめっこをする妻を見るたびに心が痛みます。そこには言葉にできない苦々しくも味わい深い物語があると思い、このジレンマをそのまま体現したディフェンスゲームを作ろうと思いました。そうして生まれたアイデアが、太陽の光で灰になる女の子を太陽の光で守るゲームです。それでは実際のゲームを見てみましょう。夜道を一人で歩く少女、彼女を連れ去ろうと悪魔たちが闇に紛れて近づいてきます。左上の方からですね。そこに現れる太陽、強力な光線で悪魔を一瞬にして焼き払います。太陽は何もしないと右回りですが、画面を押している間だけ左回りになります。この操作を利用して、灯台のように光の向きを調整し、少女に近づく悪魔たちを焼き払っていきます。状況に応じて太陽の光の形を変えることも可能です。例えばこちらは左右からの蝉に強い十字型の光、また強力な光の玉を3方向に打ち出したり、それこそピンチの時は画面全体を強力な光で焼き払うことも可能です。文字通り無敵の性能、太陽が悪魔に負けることはありません。ただし、悪魔が女の子に到達してしまうと、日傘を落としてしまい、彼女も光でダメージを受けるようになってしまいます。このまま悪魔を放置していると連れ去られてしまうため、放っておくわけにもいけません。しかし彼女にダメージが蓄積してしまうと、そのまま灰になって死んでしまいます。お墓に。したがって我々は押し寄せる敵だけでなく、彼女に細心の注意を払いながら守りきらねばなりません。慌てて強い光を使えば使うほど、彼女を危険にさらす可能性も高くなるでしょう。彼女はあっという間に灰になってしまいます。このゲームでは太陽は無敵ですが、彼女を傷つけるのもいつだって太陽の光だけです。太陽としては彼女の夜道を照らしたいけど照らせないというところから、照らせねというタイトルになりました。なぜこんなややこしい関係になっているのかは、ゲームを進めていくと明らかになっていきます。シンプルな操作で誰でも気軽にプレイし、切ない物語を楽しめる、難易度もそこそこのカジュアルなゲームが爆誕。いいな、ものすごい難易度の高いゲームになってしまいました。それこそ初期バージョンをクリアできる人はほとんどいませんでした。しかしリリースから1年かけて難易度を調整し、カジュアルに胸を痛めつつも楽しめるギリギリのゲームバランスを確立してきました。去年クリアを諦めてしまった方もまた挑戦していただければと思います。危険な夜に少女はどこに向かうのか、そして太陽はなぜに少女を守るのか、太陽の皆様におかれましては、存分に身と心を焦がしながらその行く末を見守っていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。よろしくお願いいたします。